ここは都内某所にある隠れ家バーモテプロ。どんな悩みでも解消できるということで、恋につまずいた男女が集う。今日も疲れた OL が一人。おらっしゃい。いい人に出会いたいんです。でもどうやって探したらいいかもうもはやわからない。じゃあ、LINE 教えてに。最近ね、いろんな人に伝えたいなと思ってた考え方があって、はい、理想の相手を見つけたいとか、理想の条件を知りたいなって思ってる、はい、迷える子羊に対してはですね、あなたが過去好きになった人とか、自分が嫌いだなと思う人、すでに元カノとかがいる方はね、昔この人なんでダメだったんだろうとかっていうのを思い返してみてくださいよ。皆さんが嫌だなーって思ったポイントだけを集めてほしい。あなたが嫌いだと思う人の共通点っていうのを明確にしてください。相手のいいとこ探しをしようねみたいな優しい話ではない。相手の嫌なところを見まくろう。嫌なところですか？そうです、元彼の嫌なところ。連絡が遅い、全体的にやる気がない、待ち合わせに遅れる、清潔感がない、おしゃれしない、あんまり目を合わせて話す。そこまでじゃない。嫌いになる人っていうのはパターンがあるんですよ。しかしながら人を好きになる時っていうのは、その人の条件っていうのはよくわかんないんですよ。みんな毎回新しい恋をするんで、うん、嫌いな人には共通点があるんですよ。特にね、若いうちに見つけるのは難しい。アラフォーとかアラフィフとか、年齢が上になればなるほど自分の好きなタイプっていうのがちゃんとわかるようになるけど、若いうちってね、好きなタイプは何なのかっていうのをちゃんと答えられている人っていうのはほとんどいない。しかし嫌いな人の共通点ではたくさんあるはず。恋が成就しなくても嫌いな人ってできるから、付き合って恋人になりましたっていうのを繰り返さないと好きな人の共通点って見えてこないから、いかんせん年数が必要なの、人生経験が。ただ嫌いな人っていうのは幼き頃からちょくちょくいるわけ。自分がどういう人を嫌いになるかっていうのはやっぱ分かるわけなんですよ。自分の好きな人の条件じゃなくて嫌いな人の条件っていうのをブワーンってラインナップ揃えると、これに合致しない人を探しに行くと、それが理想の人なんですよ。へー。そしたら自分が嫌になる可能性がある人が分かるじゃないですか。好きな条件で探すとね、大きな欠点が見えなかったりするわけですよ。見た目タイプだし、優しいし、お金持ちだし、かっこいいって言って、どう考えてもチャラいけど大丈夫その人みたいな欠点に気づかなかったりするわけですよ。先にね、燃え上がる恋心っていうのを持ってしまったらね、男女ともにうまくいきにくかったりするわけですよね。欠点に目がいかない、盲目になっちゃうわけですよ。しかし人の欠点あら探しをするっていうのは、言葉にしたら悪いことだけど、あらかじめ自分が付き合う上で将来的に相手のことを嫌いにならない相手を見つけるっていう意味では、それがね、理想の相手の探し方の近道。なるほど。過去を思い返して自分が嫌いだなって思った人の共通点っていうのを言葉にしていく。一番いいのは、友達止まりの友達っているでしょ。友達止まりの人がなぜ彼氏にできないか、彼女にならないのかっていう理由を探すのが一番いい。付き合いたいんだったら付き合うし、友達止まりってことはいい人だけど、付き合うにはちょっとないなっていう嫌なポイントがあるから、このポイントって何なのかなっていうのは、積極性がないとか、 LINE の返信が遅いとか、いざという時に頼りにならないとか、いろいろあるはずなんですね。なるほど。そういう条件があるから友達止まりなんだ。なんか具体的に見えてきました。じゃあアディダス、アディダス、またの腰を。